はい、えー、今回コメントでいただきました。そっかちの久保です。えっ、ー、とね、コメントはね、ゆうさんという方からいただいたんですね。こういう風に書いてあります。えー、っと、返信ありがとうございます。セルシオ無事で何よりでした。いや、恐縮です。私は東北に住んでおりますが、主人が広島の人なので、久保さんの動画を楽しく拝見しております。子供たちがおりますので、友稼ぎ、朝から晩までフル稼働です。あお疲れ様です。えー、っと、安月給の 中、学費等、生活もギリギリの中、毎日やっとの生活です。久保さんからの情報で、奮い立たせて生活をしています。税金はがっぽり取られて、なのに、政治家の皆さんが何をしてらっしゃるかわからない、議員の方の給料が汗水流して、働いている私たちの税金からと思うと、ぶつけようのない怒りでいっぱいになってしまいます、うん。岸田さん、どうか私みたいなものの声までも拾っていただいて、救ってほしいと願うばかりです。 えー、メッセージをいただきました、えー、まずねよくコメントを書いてくださいましたコメントをを書く声を上げるってはは無駄にはなりません例えばね今回このゆう u さんが私の動画にコメントを残されましたよね多分このコメントを心の中でね思ってる不満をにいらしてるだけでは何の効果も生まないんですよでもコメントを書くことによってたまたま今回私が取り上げて読むようになりましたじゃあ少なくとも 一人でつぶやくよりも多くの人の目に触れてるわけなんですよね。じゃあ今度ね、私がこんなコメントがありましたというふうに、こうやって動画を撮ることによって、その動画を見た人が、もしかしたらもっと拡散力が私よりもあるかもしれない。その連鎖がずっと起きてきて、しまいにはね、官邸の関係者とか、岸田総理そのものに届くかもしれません。その可能性が開けたんですよ。声を上げる、コメントをどこかに書く、インターネットでなんかね、ツイッターとかでツイートする。 それが、その小さなきっかけが大きなつながりにつながっていくんですよね。もちろん、途中で断ち切られる場合がほとんどですけども、でもね、他に打つ手がないとすれば、インターネット上に書き込むことっていうのは、私たち残された唯一の方法なんじゃないかなと思うんですよね。で、えー、岸田総新総理ですけども、うん、生活、国民生活支援に非常に前向きで、何度もね、提言を出されたんですけども、まあ、あ菅総理の、 判断でずっと取り上げられなかったんですねとなると今回総理になってますから自分の提言は自分で実行できるのかなというふうに思います少なくとも上司がもういないですからね今一番権力を持ってる人ですからただやっぱり総理になると総理になったでいろんな人の顔色も伺わないといけないんでもしかしたら財務省がダメよっていう可能性もありますまあ財務省なんですよねお金を握ってるのがあの ね、なかなか十分なお給料じゃない中でいろんなことにお金がかかって本当に余裕がないっていうふうな形で書いてますけどもお気持ちは分かります、うん、で税金もがっぽり取られてってことですよね、まあ、稼げば稼ぐほど税金もたくさん取られちゃうんで本当とバカバカしいですよね、まあ、ですんで私はねやっぱりこう前回の動画でもお話ししましたけども勝負に勝つしかみをまず作っていくってことですか勝負に勝つ仕組み 私がおすすめするのは、とにかく法人を作ることなんですよ。法人を作って、その法人に対しての売り上げを上げて、その法人から自分に、一人会社の代表取締役に給料を払うという形にすると、最も、うん、節税効果が高いのかなということと、経費が最も多く取れるんじゃないかなと思うんですよ。これはまだ別の動画でね、詳しくお話ししましたんで、また知りたければ、あの改めてお話ししますけども、まあそういう方法もあるし、うん、やっぱり単純に、 給料の高い会社に移るとかね。うん。あとは、あのー、今の時代だったら、今お勤めの会社の中で、いろんなことを覚えると思いますし、いろんな失敗もすると思うんで、それを全部ね、YouTube なり何な,なりでアウトプットしてアクセスを集めて、その集まったアクセスに対して、アフィリエイトをかけていくってことで、副収入をなんなく上げる方法もあると思うんですよ。まあそういうふうにいろいろと、これからもお話ししていこうと思いますんで、ぜひね、何か役に立つことが一つでもあればと思います。ちなみにみんなの銀行はされてますか みんなの銀行もしねされてなかったら是非ね私の紹介コードを使ってみんなの銀行にアクセスしてみてください、はい、やり方はみんなの銀行のアプリをダウンロードしてプロフィールのところから私の紹介コードと免許証番号を入れて、えー、アプリはアカウントスタートになりますそうすると今度は自分自身のゆう u さんのね紹介コードがで,できますんでその紹介コードを持っていろんな人にみんなの銀行の、あのー、ダウンロードしてもらってご自身の 紹介コードをつけると、1件付き1000円入ってくるということになるんで、まあまあいい復習年になると思います。マックスで30万まで、だから300人まで勧誘できますんで、誰も損しない、みんな得することなんで、ね、で福岡フィナンシャルグループの作ってる銀行アプリですから、安心だと思いますんで、まあそういうこともトライしてみてください。その他ね、ポイントサイトのモッピーですとか、a 8ネットのセルフバックなどを使って、自分一人で売り上げを上げて、それを自分の銀行口座に送金するっていう方法もできますんで、 あの元手なしで稼ぐ方って結構今あるんですよ。だからそれをコツコツやることをお勧めします。またね、えっ、ー、と、モッピー講座ですとか、セルフバック講座、速化塾の中でもやりますので、よろしかったらそちらの方もご活用ください。えーね、すごい実はね、稼ぐ方法はたくさんあるんですけども、それを知らないってこととなかなかねあの、じゃあ始めようかっていうきっかけがつかめないと思いますんで、えー、今回ね、私の方から、あの、モッピーとか、セルフバックとか、 やっていく講座を作りますのでそれれに合わせててやっいいいただければいいんじゃないかなと思います、はい、ますはその他ですね税金を取られてそれがあ国会議員の給料になっているということですけども、まあ、形としてはそういうふうになってますのでそれをどうこう言うつもりはありませんけどもこれからの考え方として、あのー、税金ってのは国家運営の原資ではないっていうことなんですよねこれからの考え方としてそういうふうに思った方がいろいろと経済政策とか財政論っていうのが分かってくると思いますのでじゃあ 国家運営の原資は何なのかっていうとこれはね国債発行なんですよ隅から隅まで警察官のお給料も国債発行自衛隊のお給料も国債発行それからなんですか、ね、診療報酬ね医療介護の方に払われる診療報酬もこれも財政出動ですね国債を発行してるわけですよ全ての国家運営のお金っていうのは財政出動いわゆる国債をすってるわけなんですよねだから誰からも税金を集めなくても別にやっていけるわけなんですよ実はなぜなら日本という国は 自分たちの国の通貨を自分で作る権利があるからなんですよ。私たち個人にはないですよ。でも日本政府は、日銀といところをね、通じて、造幣局っていうのを通じて、じゃあ日本円ちょっとね、作ろうよっていうふうにできるんですよ。そうなったら、国のお財布にお金がなければ、もしくは借金があれば、お金をすってね、借金を埋めればいい話なんですよ。非常に簡単なんですけども、それを止めてるのが麻生財務大臣なんですよね。まあ財務大臣、今回辞めますけども。 だから今度ね、あのー、新しい財務大臣がやってきても、多分麻生さんの息がかかってる方なんで、うーん、まあ、今までと同じかなっていう気はしますけども、でも、ね、新しい岸田総理が据えた方なんで、もしかしたらその辺を覆してくれるかもしれないですね。はい。まあ、長くなりますので、この辺にしておきましょう。ゆうさんあの、コメントありがとうございます。絶対に上げた声は無駄にはなりません。私が少なくとも拡散しますので、官邸に届く。 可能性は高ままったと思います。それでは今後もいろいろと一緒に勉強していきましょう。ありがとうございました。